下川チャンネル。はい、こんにちは、下川チャンネルの川です。ということで本日はこちら、はい、お待たせしました、お久しぶりのチャパオリパ、ドキドキ演出オリパになります。一つ製のね、一パック3枚入りで、内容の方が外れが200パックで当たりが100パックということで、確率3分の1ですね。で、何かしら当たりが出るという、超大当たりの方はボルシャックドギラゴンの CS 優勝プロモ、大当たりの方が5パックでクリスタルメモリーのプロモ、トアの流星カイザーのプロモ、ザクロックのプロモ、アクアタックバゴンパンツァーが1枚、ドキンダム X の禁断文字シークレットが1枚の計5パックで、他通常当たりの方が94パックという封入内容とのことです。という本日はこちらを10パック計1万円分購入してまいりました。ということで本日はこちらを開封していこうと思います。で、開封する前にですね、こちら表表紙の方がねあって、いろんなね仕組みがあるんですけど、説明するよりもまず見せていきましょう。はい、ということでね、こういう感じで表表紙をね外すと当たり確率がね載ってるんですよ。そのパックの 10% ね、 50% と 10%、 そして続いてが 50% という感じでね、演出が楽しめるオリパなんですよ。で、 10% とりあえず表表紙だけ先外してね、当たり確率のね低いものから開けていきましょう。以前はね 99% というほぼ当たり確定だろっていうのねパックもありましたので、あー 10% 多いな、厳しいな今回なので、あー 30% 初ですね。いや、ぜひともなんか 100% とかね、超大当たり確定パック演出かながあるらしいので、そちら見てみたいんですけど、ラストお願いします。あー 30%、 あー今回なんか確率悪いぞ、大丈夫か、10個も買ったのに。ということで、まあ、50% は最後に、まあ、30% も、まあ、その前に見るとして、まあ、10% からまず見ていきましょうか。10% が半分の5パック。いや、ちょっと厳しいな。10%5 パック。ということで、10% から見ていきましょう。ジョー君、お願いします。バケル。でね、これ、後ろが外れなんですよね、基本。あ、見えちゃう。真ん中が基本当たりなんですよね。で、後ろがプラネットフィスタシオ。重要な真ん中のカードは、こちら。あー、潮流羅刹。懐かしい仕組みですけど、仕方ない。続いて 10% 2つ目。ジェラシーシャンからの、こう行きましょうか、じゃあ。はい。獅子舞ドスファング。まあ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 。で、ジェラシーシャンからの重要な真ん中は、こちら。前途よ。ザ・ハズレカード。という感じで2000円が消えましたね。続いて3000円目。まあまあ、でも今はね、まだ 10% の確率なんでね、仕方ない。ということで、後ろから行きましょう。では、こちら。グランドスラム。うん、まあ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 。まあそんなもんでしょう。で、ヘッタクソサックスからの、こちら！あ、スピルエビート。まあ 10% はね、そこまで期待せず開けるべきですね。もったいぶらずに。おー、ハヤブサ丸。すごい。一番表面がそこそこいいカード。後ろよりいいカードの可能性も。メガナレーターだろう。まあまあ、ありがちなハズレね。で、からの真ん中は、こちら！おーおー、マジか！え、これはちょっと驚きですね。ドギラゴンマスターの銀縮が 10% から。これから来ましたよ。ジョー君から。勝った君でもないというね。マジか。どうもありがとうございます。これは当たりですね。ありがとうございます。ドギラゴンバッサーの銀縮。まあ今はね、バッサーの環境ですからね。嬉しいな、これは、銀縮。で、10% ラスト。で、後ろから行きましょうか。では、こちら。シルベスタ V ソード。なんかさっきから後ろのカードが渋くてなんかいいですね。で、ボルビックからの 10%。あー、キングポセイドン。シンプルイズベスト。カード2枚引いてよい。ということで続いて 30% いきましょうか。では、カッタくん。もうドギラゴンバスター出てしまったので、なんだろう。勝利シリーズ系欲しいですね。ガイアルカイザーとか。ということで、こう見ないとダメですね。後ろ。え？マジ？言ってたらじゃないですか、これ。おう、しかもゴッドサーが。なんか嬉しいな。え、で、しかも裏側 V で、マジか、マジか、すごくないですか？予言ですよ。マジか。こんなことあるんですね。勝利のガイアルカイザー。まあ、何枚目だって感じですけど、嬉しい、これは。1000円なら勝利のガイアルカイザー、嬉しい。ありがとうございます。勝った君といえばみたいな感じで、ガイアルカイザーって言ったらガイアルカイザーが来るという。じゃあ次、流星カイザーお願いします。いや、こういうの言ってみるもんですね。ということで、後ろのカードは、こちら。はい。まあ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 。大事な 30% 真ん中は、こちら！あー、シャーロック。古い方のシャーロックね。まあ、いやーまあ、悪くはない。30% すでにね、一つ当たり引いてるんで、もう一つ確率超えましょう。60% ぐらいにしちゃいましょう。ということで、後ろがバベルギネス。電動ね。ルギネスループからのリミーで、真ん中は、こちら！おー、マジか！めっちゃいいじゃないですか。超次元リバイブホール。で、残り 50% 2つありますよ。いや、これ勝ったでしょ、もう。勝ったくんだけに。ありがとうございます。超次元リバイブホール。ブラックボックス版嬉しいですね。ありがとうございます。強いわ、かっこいいわでね。いやー、いいですね。ジオナスを。
からの、まず後ろからいきましょう、とりあえず。からのマリアンヌ。肝心なのは真ん中 50%。 中学生カッタくん、ぜひともよろしくお願いします。おお、バロム。あー、でも再録か、ハズレか、さすがに仕方ない。まあまあまあ、でもバロムテンション上がりますね、やっぱり。ということでラスト 50%。 いや、ボルシャックドギラゴンプロモあるでしょ、カッタくんなら。いや、これフラグ立てたら消えますよ。ということでギーコギルス、アクアティーチャーで、真ん中はもちろんボルドギお願いします。おー、なるほど、ボルドギではないが流線ロマネスク。まあまあ最近めちゃくちゃ高騰してるんでね、ありがとうございます。しかもプロモ、これは嬉しいですね。流線かっこいい。いやー、ぜひともね、こちらのバスターと合わせて使いたい一品ですね。ありがとうございます。はい、ということで今回はチャパシティさんの演出オリバー1万円分開封した結果、こちらとなりました。当たり確率が 10% だったり 30% のものでね、当たり引けたので、かなりいい内容でしたね。これ1万円勝ちじゃないですか、いいラインじゃないでしょうか。ということでね、久しぶりにチャパシティさんのオリバー買いましたが、いや、やっぱり演出オリバー楽しい。まあ、他にもね、スラッシュオリバーというまたね、変わったオリバーがあるんですけど、そちらもね、近々買ってみたいなと思っております。ということで皆さんもチャパシティさん利用してみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。またね。